ビバ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 じゃねえんだよビバビバすごい気持ち悪い単語だよね。そんで最近コメントで言われました。ビオキングさんの動画を親戚の子供に見せたら、その親からその人教育に悪いからやめてってなんか申し訳ない。だから良い子のみんなは僕の動画を見ないで僕の動画を見てください。ということで、どうもビバキングです。今日もトロールコースと一発バリをやっていきますか。で、今日のトロールコース、しょぼんなアクションということで、このコースね、ぜひやってみてくださいってツイッターでもらったんだけど、どうやら説明文に書いてある通り、しょぼんなアクションのレール演奏とトロールギミックのミックスコースですって書いてるんだよね。いや、これめちゃめちゃすごくない？しょぼんなアクションの音楽を聴きながらトロールコースがやれるってことだと思うんですよ。いや、本当に楽しみ。僕ね、最近しょぼんなアクションしたいなと思ってたんですよ。ならしょぼんなアクション押せいや、みんなそういうこと言わないで。しょぼんなアクションとマリオメーカー2が混ざってるからこそこのコースに魅力があんのよもう言い訳はいいや。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.38%。 いや、クリア率が 0.38% とかすごく難しいんじゃないかな。僕過去に一度もそんなクリア率が低いトロールコースやったことないかもしんない。開幕クッパ様、いつも言ってるじゃん、クッパ様を雑に扱うなってさ意外と口が長いのね、クッパ様。じゃあここは右ダッシュして完全にクッパ様を避けよう。そしてここアイテムどれ取ればいいのかな。あー、ここの砲台がもう塞いでからダメっていう感じかな。で、そういう感じでしょ。ペペ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 ペ、全然 OK じゃないんだよ。しかし、ショボの音楽どんなんか忘れたな。このドアに入ったらショボの音楽聞かせてくれる感じかな。あ、そういうわけでもないな。あ、でもなんか音楽コースっぽい見た目になってるね。僕は一体何もしない。早く早く聞かせておくれ、ショボの音楽を。僕はもう禁断症状に陥っているんだ。ショボ中になっているんだ。ここは右を審判。うるさい。もう少し静かに実況してくれないか、ピオキング。そんなんじゃショボの音楽もみんなに聞こえなくなっちゃうよ。じゃあここ左を審判。破れてないみんな破れてねえよ。破れたまま履いてるのはお前だけだよ、ピオキング。さっさと買い替えろ。嫌だね。じゃあここはジャンプして左を失敗。どっか行きやがれ、ドクロリート。てめえがね。いや、みんな分かってほしい。っていうか、分かってる方結構いるんじゃないかな。下着ってさ、履いていくうちにどんどんフィット感増してこない？もう体が自由になってるっていうか、そして新品を買い替えるのがすごく不安みたいだ。文句あんのか、肌。よし、そろそろちゃんとやっていこう。ここだけで何回やられてんの。さすがクリア率 0.38% だったっけ。めちゃめちゃ低いことなだけはあるね。じゃあ、お、なんかショボンっぽいよね。え、なんかショボンこんな感じじゃなかった。あくっそ、油断してたぜ、あの石足。ここ降りたらショボンの音楽の演奏始まってなかった。ほらほらほら、嬉しい。あ、こんなんだったね。うわ、感動でめちゃめちゃ涙が出そうになってないね。うわ、懐かしい。ショボの音楽相当やりたくなってきたわ。ごめんね、マリオメーカーやってるのにさ。いや、ここ全部叩けないのかな。あ、叩けないんだな。じゃあここのクリームを一旦倒してみようか。アイテムとかは何もなさそう。ここのブロックは何もない。うわ、マジでショボの音楽、次の動画ショボの音楽にしたいと思いません。じゃあここの近くの枠なんだ。あ、ジョハナ。いや、この辺全部調べたくなっちゃうんだよな。ごめんね、いつも付き合ってもらっちゃって。まあごめんと思ってないけど、そうやって言っときます一言余計なぞ、ピオキング。じゃあここは、あ、危ねえ。あ、危ねえな、こいつ引っかかりませんよ。じゃあこの近くの枠に行ったらブラパーが出てきたっていうことだね。で、右の土管は、あ、こっち入れるんだね。でも罠の予感しかしないぞ。 You be God、 あなたは神です。そういうことならば仕方がないまあ僕が神のように面白い人間だっていうことを言いたいんでしょ、この制作者さんは。分かってるじゃないか。まあね、僕と一緒にこのトロールコースをやってったら、みんなの一笑い、二笑い、いや、十笑いぐらいは起こしてみせるよ。任せてね、みんな。自分でハードルを上げんな。そんなに面白くねえよ、お前の。あじゃあ次こそ気をつけていくね。この土管は無視していく。そしてこのまんま右に行っていいのかな。なんか1の1っぽいけど、ここら辺に隠しブロックとかはないようだ。右に中間ポイントが見えんな。隠しブロックとかあるんじゃないのか。やっぱり読めてんなよ、そんくらい。じゃあここで行けよ。まあでも
も全然中間ポイント取ってるもんね。クリア率の割に結構早く中間ポイントが取れたような気がする。もうちょっと苦戦するかなと思ってたんだけど。じゃあ右と左なんもないか。この真ん中は何だろう。なんだてめえ。となればよ、上の四角のブロック、あっちは罠じゃないと思う。こっちが罠だったでしょ。次は罠じゃない。すごくない？逆に2つを当てたの。じゃあこれは何？受けますー。ここまで来たら僕能力だと思う。3分の1を最後に引き当てるなんてさ。じゃあ鉄球一緒に行きましょう。地獄へな。鉄球出す。そしてこの鉄球より早く行けってこと。行ける？あっぶんでギリギリ設計だな。そんなのわかるか。じゃあここの扉に入るとすぐに上を失敗、上を失敗してツタに捕まる。隠しブロックありそうじゃない、ここで。また下に落とすみたいな。分かってんだよそんくらい。そして待てここも鉄球より早く行かなくちゃいけないのか。まあ一旦出そう。左のハテナがめちゃめちゃ気になんない。これなんだろうって思うんだよな。ここら辺は、あ、この辺やっぱなんもないか。じゃあこのハテナは面白いね。うわー、ここも結構スピード勝負なんじゃない。ちょっと集中していい？集中するためにマジで黙ろう。ここで右、あ、結構余裕だった。めちゃめちゃ余裕だった。ここは右を失敗、右を失敗。なんか嫌な予感がするから、常に、いや、左を失敗しようか。左を失敗。なんか音楽流れてるね。で、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 右を進歩しようか。多分右を進歩でいけると思うんだよね。ここで右ダッシュ。もういいって。もう大概先進ませてくれって。もうここ結構忘れちゃってるんだよ。もう真ん中、左だったか。でさ、ここの鉄球もさ、もう毎回行ってるように見えるんだけど、もうこういう引っかかり方がマジで多いのよ。結構シビアだからさ、あそこ。次こそは行くよ、見てて。で、ここでちゃんと入っていく。オッケー、もう俺に託すんじゃねえ。そしてさっきから演奏コースなのにさ、全然音楽が聞こえないのよ。大丈夫？このコースちゃんと演奏コースなのかなって僕不安になっちゃうよ。じゃあここは右押しパス、そして着地した瞬間にジャンプだ。これでいい。あっ、左押し。やっぱ難しいね、このコース。クリア率が低い理由もめっちゃ分かった気がするわ。ちょっとここガチでやるわ。結構難しいよ。着地した瞬間ジャンプ、そして右に走ってジャンプ。キャッハハハハハ。やっといけたぞー。くっ、泣きそう。マジで嬉しいよお母さん。なんだ、文句あんのかバブリュー。文句あんならこっち来いよ。こっちに来れないっていうのが分かってるから遠くから強がり言ってんだ。さよならバブル。さあこのまま先に行こうか。何このバッカ、何踊ってんの。ちょっと僕も入れてほしいね。これさ、ちょうどいいところに入れそうじゃないマリ。あじゃねえんだよ。いや、さっきさ、あのパックンの下にしゃがませたかったんだよね、マリオ。ちょうど当たらないところらへんあるじゃん。あれいけるかなと思って。多分この辺かな。ここか。いけるいける。キャー。さあ晴れ切っていこう。急にやる気を出すうぜえやついない。たまに。え、何今。ここ音楽鳴ってる。さっきからさ、自分の声がうるさすぎて全然聞こえなかった。これスペランカーの音楽か。え、昭和のアクションでこんな音楽あったっけ。とりあえずこの花無視していっていい感じでしょ。あ、このスペランカー僕めっちゃ好きなんだよな。っていうか、ここのオープンブロック叩かんでよかったのか。一旦叩いてみる。叩いてすぐ右に行く。このファイヤーが来るわけじゃないのか。いや絶対来るよ。あそこ、いやどっち、上からもなんか来そうなんだよな。あ、上に連れて行かれたよ。下がれ。ちょっとは警戒してたつもりなんだけどな。あのドスにめっちゃ気取られてたな。じゃあここはジャンプして右。オッケー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 。いや魚倒せないか。これ何回ぐらい降ってくるんだろうね。もう一回ぐらい降ってくる。何引き隠してんだ。え、もう一回来るのか。え、ちょっと警戒しておこうか。ここは右に一旦ジャンプして魚を避ける。ちょっと待って、え、何がいいの。もうさすがに。しつこいんだよ。ならすぐ上に行こう。そしてあのドスンより早く左に進めばいい。いつも君の方が早いんだね。いつも君の方が早いんだねってさ、捉える人によっちゃちょっと NG のような気がするんだよ。そしてつらら何もしてくれないよ。オンオフした瞬間何か急に襲ってるかとか、そんなことはないよな。罠か、それ罠なのか。罠じゃないようだ。そう、じゃあここは右から行く。そしてここは左にすぐジャンプしていく。すぐ右に行く。あっちゃー。で、
テテ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 いやー、すごさあれなんか今、僕が言い訳するって思ってるでしょ。言い訳させてもらうよ。あそこレールが反対で高速で…もう何回やられてんだそこで。じゃあ戻ってきた。じゃあ一旦左まで行ってすぐ右にジャンプして抜けようか。ここでジャンプジャンプ、オッケーオッケー。そしてすぐ上にジャンプしてすぐ右に行く。そして、あのキノコ取ったらダメってこと。おお、危ねえキノコと…危ねえな、サガネ。さっこは行くんでる。上、ここ明日上行っていいような気がする。だって下行きようがないもんな。これ何もないでしょ。賢しすぎるさ、ミオキング。でもみんなごめん、こっちも気になるんだ。何があるかだけ見ていいかな。罠とかない感じ。あ、何もないんだね。あ、じゃあこのまま下に降りてって。今さ、ブロックが降りてきたじゃん、右に。あれでボムヘを破壊してくれ。もうお遊びは終わりにしますよ、マリーさん。あのリフトに乗ってさっさと次に進みましょう。ただここ右に乗るか左に乗るかが重要になってくると思う。右に乗ってみると思ったけど、僕は大体外すんで左に行ってみる。これが正解だ、きっと。どこもダメじゃねえか。ここは上に行って左にすぐジャンプして渡れっていう感じだったんかな。ちょ、それで行ってみようか。オッケー。時間はねえ、時間はないの。今何か壊れた音聞こえたよ。大丈夫、カレントが何もないんで。いや、頼む、お願いします。中間をこの土管の先に、中間を僕にください。お願いします、神さん。ゴールがあったぞ。いやー何がないの。バーネ、君はあなたを味方くれる人なんですか。頼む、このバーネでゴールに届かせてくれ。何やってんだすいません、今のは僕のバミスです。だからみんな、僕を待って、いじめて。ペン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 。さあ戻ってきました。ここですぐミリジャンプするべく隠しブロックがあるっていうことは分かった。ってことはもうバネで行くこと必須なんじゃない。この辺にバネが落ちてきたよね。だからそのバネの上に乗って次こそ成功させるよ。見てて。うわー、怖い。頼む、次こそ絶対に行くんだ。こかー、やったいや、素晴らしいコースの提供ありがとうございました。ショボンのアクションの音楽も聴けてトロールコースができるという、本当に楽しませていただきました。ありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発張りよ。サーチ&デストロイということで、破壊を探すということでしょうか。これね、ゴールが目の前にあるだけなんだけど、マスターソードが一つあるだけなんだよね。で、最速が1分30秒近くもかかってんの。どんなコースなんだろうね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.57%。 まあゴール状況を見ればどんなコースかわかると思うんだけど、カメックを69体以上倒してからゴール。え、じゃあ上から降ってくるとかそんな感じなんかな。ちょっと一旦様子見ておこうかえ、何も降ってこないんだけど。嘘、マジかよ。もしかしてさ、これ画面全部に隠しブロックがあって、その中にカメックが隠してるみたいだ。うわ、マジかよ。え、嘘でしょ。あ、待って待って待って、閉じ込められた。あああ、なるほどね。いや、面白い面白い。じゃあどうやって倒すかだね。順番が多分鍵となってくると思うんだよな。一応一番左から順々に出してって指で倒してってみる。こう剣を出してしまうと隠しブロックを叩いてしまうからさ、指でどんどん倒していこうか。で、今4体倒した。これ69体めちゃめちゃ長いな。大幅カットでいい。今から68体倒すまで大幅カットしてっていいかな。あー、やっぱりね、本当に全部隠してんのか。いや、めちゃめちゃ辛いな。どうしよう、端っこから順々に攻めていこうか。多分それが一番いいと思う。そして、あ、いいこと思いついたよ。ここで出せば、あ、カメックやられた判定になるのか。
じゃあこの上出してその下を出していく。あ、これを順々にしていこうか。やば、ちょっと終わってしまったけど、ちょっと最初からやり直すね。もうこの小さいマリオのまま僕は頑張れる気がしません。いや、頑張ってみせるさ。じゃあ一番右のブロックをジャンプして叩こうか。そしてその下をどんどん叩いていく。4体ぐらいまで行っていいんじゃない。もうやめて、頼む、僕はもうこれジャンプできないんだ。3体ずつ出していこうか。4体はちょっと厳しすぎるね。4体出して決まったね。まあまあ僕ならいけるはずさ。4体がなんぼのもんじゃ。4体でも6体でも10体でも出していこうじゃないか。ちょっと待ってね、今7体8体、次こそ3体ずつやっていくわ。1、2からの3。もっといい方法ないのこれ。絶対もっといい方法ありそうなんだけどな。この弓で倒していくのめちゃめちゃ時間かかるよ。なんかさ、スターとか出してくれたらいいんだけど。まあスター出してくれたところでだよな。まあ隠しブロックがたくさんあるからちょっと邪魔。絶対なんかもっといい方法がある。ちょっとね、それを考えていきながらこの方法でやっていこう。これカメ君ブロック壊すんじゃないの。いや絶対壊されるよね、右の方。うわ、壊されたらさ、あの方法使えなくなるじゃん。カメ君を閉じ込めて。あ、これさ、このカメの甲羅使えないかな。カメの甲羅を蹴ってどんどん倒していくみたいな、なんかそれ使えそうな気がしない。もうそろそろね、ここら辺隠しブロックがないところまで来た。さあこっからブロックを壊していきたいんだけど、まあ壊してくれてるから一旦無視しようか。そしてここで剣でどんどんね。あ、待って、危ねえ。いや、ちょっと待って。はっ、みんな組んだって頼むって、誰か助けて僕を。あの凸凹を蹴る、あの凸凹を蹴れば大丈夫。いや、一旦爆弾でちょっと出しておこう。ブロックどんどん壊しておこうか。そしてトゲゾウを蹴りたいんだけど、トゲゾウを蹴ったら右の敵たち一掃できるでしょ。頼む。動けねえ。頼む、ここで蹴る。オッケー。そしてガード、ナイス。これめっちゃいい方法なんじゃない。オッケー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 。今何体、32体、あと半分ぐらいいんのか。これでどんどんさ、カメ君を一掃していこう。もうこれ以上ちょっと時間をね、みんなに割くの申し訳ないと思ってるから、こっからは早送りしたいと思います。ここは一旦弓で倒しておこうか。そして爆弾であいつらも倒しておこう。トゲゾウ左行くかな。あ、こっち来てくれたね。こっち来てくれたのはいいんだけど、こっからどんどんまた爆弾で壊して、どこまで壊せばいいだろう。一番右下のブロックは多分取っておかなきゃまずいと思うから、1個だけ残しておくわ。1個だけ残しておいて、これを一旦右に蹴る。そしてもう一回トゲゾウ落ち着かせようか。でこっからだよな。うわ、トゲゾウもったいねー。くっそ、いや、また出して。いや、待って、40、あと29体よ。このマリオで頼む。うわー、いや、キノコは熱いよ。こっから僕どんどんまたノコノコさえ手に入れればいける。ノコノコ、ノコノコ来た。このノコノコ踏んで倒す。オッケー、よしよしよし、この動画に行こうか。さあ、どこが壊れてるかわからない状態で今37匹倒すところまで来たね。マジでもうどこが壊れてるかわかんないんだよね。カメックから崩されまくってさ、とりあえずさ、もう出しまくろ、出しまくったらあとはこのカメの甲羅がどうかしてくれると思うからさ。カメの甲羅どっち行く。右にやろうか。右にやって、あと40体、さっきと同じぐらいのところまで来たね。さあこれで41、42からの、もう一回このカメの甲羅を止めていく。で右の方出したいよね。こっちどんどん出していこうか。出しまくってこのカメの甲羅をまた蹴る。オッケー。これで今何体ぐらい倒せるんだろうね。45、46、47、48ぐらいまでいけるか。そしてもう一回亀の甲羅を止めておく。よし、来た。で、亀くん、いいところに出やがって、このバカチンが。バカチンなんて思ってないですからね。そんな言葉の悪い言葉を使うのはやめましょう。さあここで52、あと17体、絶対にいける。300秒もあれば、落ち着いてやれば絶対にいけるはずなんだ。右の方どんどん出しておこうか。右の方めちゃめちゃ出す。そして左に行って、もう一回ここで蹴る。いや、ナイス、安全対策だね。あと何匹、あと10匹、頼む。あと9匹か。カメ君こっちおいで。いや、違う、そこまずいんだよ。いや、大丈夫大丈夫、キノコは全然大丈夫。カメック頼む、下来てくれ。あなたが来ないと動けないんだ。やっとこれで動けるね。あと8体か。この辺出しておく。これ 1,2,3,4,5、 ちょっと、ノコノコ頼む。大丈夫か、これ大丈夫か。ここで蹴って
て8体ぐらいいるんじゃないのか。あと何匹。いや大丈夫大丈夫、あと何匹、あと2匹。こいつでナイスカメの甲羅頼む、2匹倒して。いや絶対来た。あと1体、あと1体なんだって、頼むって、倒して。いやまずいってこれや、もう1体。いやこれぞタイマン勝負だね。踏んで右に駆け抜ければゴールできる。やったいや相当苦労したこのコース、マジでやばい。ぶっちゃけもう二度とやりたくないようなコースだったね。しかも敵を倒す条件がカメックっていうのが鬼畜すぎない。ぜひみんなもやってみて、多分くじける方多いと思う。これどうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。